月に寄り添う乙女の作法、日だまりの日々、発売まであと2日。で寄り添ってるか、お前ら。ひだまってくそ、こんだ。私の出番どのくらいあるかな。いっぱいあるといいな。お嬢様、出番はあればいいというものではありません。話題振りと状況説明に終始させられる場合もあります。自分で言うのもなんだけど、私にうってつけの役回りだね。じゃあどうすれば司会進行役から脱皮してヒロインらしくなることができるかな。とりあえず叫ばない方が良いかと。元気系ヒロインは2000年代の主流で、今は廃れました。女装主人公って好きです。清楚系完璧系の流行りは90年代か、下手をすれば80年代にまで遡ります。今の時代は特に危険かと。2010年代は系統が細分化し、さらに混沌としています。しかも後半に突入した今は、特定の人気の方を予想するのが非常に困難です。うん、ならどうすればいい感じ。そうですね、現在は特定の系統が人気というわけではなく、特定のキャラ単体、個人が好まれる傾向にあります。一瞬のきらめきだった暴力系ツンデレも今では忌避される傾向にありますが、それも本人のバックボーンと周囲との関係性により、キャラ単体としては認められる場合もあります。傾向となるも牛歩となるなかれ、属性別で一括りにされるよりは、お嬢様の個人のパーソナリティを大切にしていきましょう。うん、わかった。あれ、それで結局私がヒロインらしくなるにはどうすればいいんだっけ。今のままのお嬢様を大切にすればよいかと。今のままの私って、振られて元気。報われない、それは報われないよ。なのにですが、最初から好意を抱いている以上は仕方ないので、華々しく散ってどうぞ。月に寄り添う乙女の作法、日だまりの日々、2015年11月26日発売予定。